基礎上によりますと石狩市の溶接工長崎優斗被告23歳はパトカーの追跡を逃れるため赤信号を無視して横断歩道に侵入し女性2人をはねて逃走した危険運転致傷とひき逃げの罪に問われていますさらに女性らをはねる前に路線バスなどと衝突する事故を起こした罪にも問われています 長崎被告は上下紺色の作業着姿で堂々と落ち着いている様子でした裁判中、女性を跳ねた瞬間の映像が流れた時もその映像をまっすぐと見つめていました今日の初公判で長崎被告は起訴内容について事故を起こしたことと逃げたことは認めますがパニックで覚えていないことがありますと述べました検察側は冒頭陳述で 前に車が止まっていたので交差点が赤信号であることは認識できたと主張これに対し弁護側はパニックになっていたため赤信号を無視したのは故意ではないとして危険運転について争う姿勢です